トヨタアギア及びダイハツアイラは、トヨタ自動車とダイハツ工業が共同開発した小型ハッチバックである。アストラダイハツモーターによって、インドネシアのカラワン組み立て工場で生産が行われ、国内市場や中南米に輸出して販売されるほか、トヨタウィゴとして、フィリピンやスリランカ、ブルネイに輸出されている。また、マレーシアでは、プロデュアが姉妹車のアジアを製造、販売している。 社名の由来は、アギアは、サンスクリット語で、高速、アイラは、光を意味する。アギア、アイラは、インドネシア政府が打ち出した、ローコストグリーンカー政策に適合する車種として、開発された。LCGC 政策は、太陽国のエコカー政策と似たもので、サイズ、燃費、価格、部品現地調達率などの基準を満たした、国内生産者を、 LCGC として認定し、税制上の優遇措置を行うものである。開発にあたっては、ミライエースのノウハウが導入されているほか、アストラインターナショナルとの現地合弁である、アストラダイハツモーターが参画している。生産は新しく建設された、ADM のカラーン組み立て工場にて行われる。エンジンは、当初 1KR 出型直列3気筒1.0リットルのみが用意され、 これに5足 MT または4足 AT が組み合わせられる。アギア、アイラは2012年のインドネシア国際モーターショーにて初公開されたが、肝心の政府の LCGC 政策交付が行われないために市販車の製造及び販売開始は予定より遅れた。2013年4月22日に ADM のカラーン組み立て工場の開所式が行われ、 同年9月9日に、ようやく発売が開始された。2013年7月、トヨタモーターフィリピンが、三菱、ミラージュの対抗車種として輸入することを発表。2014年2月、トヨタモーターフィリピンが、ビゴの社名で販売を開始した。2017年4月7日にマイナーチェンジが行われ、アギア、ビゴの方は、近年のトヨタ社に共通する。 キーンルックに近いフロントフェイスに改められた。エンジンが 1KRVE 型に変更になったほか、3NRVE 型直列4気筒一1.2リットルもラインナップに加わった。他にもバンパーデザインの変更や、LED サイドライト付きプロジェクターヘッドライト、LED テールランプ、デュアルエアバッグ、3点式、シートベルト、ステアリングスイッチコントロール、サイドインパクトビームの採用。 インテリア品質の向上などが行われた。アイラターボは2018年8月、外近度インドネシア国際オートショーで公開されたコンセプトカー。1.2リットル仕様のアイラをベースに、エンジンは15プシーの下級圧を発生されるターボを装着し、最高出力1 4 7キロワット最大トルク242ナノメートルまでパワーアップ。内装は軽量化のために取り外され、 ロールケージを組 f 安 a 認定のスパルコのフルバケットシートを装着した。ありがとうございます。